激辛ジョニース今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、これは東新宿、まあ大久保付近にいるんですけども、今回は、カムジャタンという韓国鍋になるんですけれども、はい、今日のお店が松屋さんに来ております。松屋と聞くとね、あの牛丼屋かと思うんですけども、牛丼ではありません。初めて日本でそのカムジャタンを提供したお店の、伝説のお店となっております。今日はですね、そちらのカムジャタンを辛さ増しにして、激辛チャレンジしていきたいかなと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。豚の背骨を使った、この激辛鍋となります。こちらの青唐辛子で辛さを調節すると。いただきます。さあ、カムジャタン鍋さん、お手並み拝見ですよ。うまそうだな、これ。入ってください。これ、じゃがいも、豚の背骨、あとネギ、いろいろ入ってますね。じゃがいもさんからいきましょう。うん、めっちゃ美味しい。豚の背骨の旨味がこのスープに染み渡ってます。そしてこのお肉がまたジューシー。うん、これうまいわ。たまんねえな。いけるぜ。そしてこの青唐辛子トッピングがまたいいですね。このピリッときます。これじゃがいも、もうホクホク。うん、お肉も超ジューシーで美味しいです。これ脂身がこれ最高なんですよ。お肉ちょっと骨部分多いんですけど、身もがすごい美味しい。うん、すごいな、このボリューム。ものすごいボリュームだぞ。なんだこれ。これ一番美味しいとこやん。バラ肉の感じですかね。すんごい脂身乗ってる、これこれ。うん、あ、これ、うん、もうお肉がね、ほどけるほどにトロトロに煮込んであるんで、すんごく柔らかいですね、これ。さあ、残すとこはもうストック少しなので、じゃあ最後は男らしくもう鍋ごといっちゃいましょう。よくこういうスープは下に行けば行くほど辛いって言いますけど、このスープは下に行けば行くほど豚の背骨のうまみがそこに沈んで美味しいです、これ。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。松屋のカムジャタン、辛さ増し、辛さレベルじゃん、辛さレベル5です。おめでとうございます。5ですよ。非常にこの豚の背骨の旨味が出汁に染み込んだスープに染み込んだ、非常に美味しいです。しかもですね、具沢山でネギ、ジャガイモといった感じで、あとコラーゲンでお肌にいいということで、ね、女性にもおすすめかなと思います。
で辛さが物足りない方は青唐辛子をトッピングして食べるとより旨味を感じるかなといった感じでしょうかと。大中小とこれあるんですけど、僕小セット頼んだんですけど、小でこの量ですからね、もう大満足と、お腹も満足、気持ちいっぱいということで、最初に紹介するの忘れましたけれども、これね、実は日本テレビのしゃべくり7でもこのタコ鍋というものが一応紹介されてます。結構有名なんでね、ぜひ激辛マニアの方は挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とタバコ更新してますんで、フォローお願いします。噛むじゃった。